どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、永久不滅ポイント、またねポンタポイントから JAL マイルに交換するとですね増量キャンペーンっていうのがですね今来ておりますんで、こちらの解説ねやっていきたいというふうに思います。ポイントをねお得に JAL マイルにね交換することができるっていった形になっておりますんで、 JAL マイルね貯められている方はですねぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。それではまず永久不滅ポイントからね解説させていただきます。 JAL マイルレートアップキャンペーンということで、永久不滅ポイントはですね本来200ポイントを JAL マイルにね交換すると500マイルにね交換することができるわけなんですけども、今回のキャンペーン中はですね600マイルにね交換することができるっていった形になってるんですよね。でですね、期間については2021年の3月1日から2021年3月31日までっていうふうになっております。こちらのキャンペーンはですねエントリー必須という風になっておりますので、エントリーね忘れずにしていただけたらなという風に思います。またこちらは交換した後からですねエントリーを行っても OK という風になっておりますので、ひとまずですねエントリーだけは確実にねしていただきたいなという風に思います。でですね、増量に関してはですね先ほども言いましたけども、永久不滅ポイントはですね200ポイントが500ジャルマイルにね交換することができるわけなんですけども、このキャンペーン中はですね200ポイントが600ジャルマイルにね交換することができるっていった形になっております。でですね、永久不滅ポイントに関しては基本ね1ポイント5円相当といった形になりますので、まあ、今回のキャンペーンはですね200ポイントで600ジャルマイルにね交換することができるんですけども、まあ、実質な価値としてでは、まあ、1000円分のポイントが6000ジャルマイルに、ね、交換することができるといった形になります。ですので本来ね 50% の交換レートは3月中はですね 60% で交換することができるといった形になります。でですね、ポイント交換完了期間に関しては通常分はね 3,4 週間程度で交換完了されるわけなんですけども、今回のねキャンペーンのボーナス分についてはですね2021年の6月中旬頃にね付与というふうになっておりますので、通常のねポイント交換の JAL マイル分と今回のねボーナスマイル分については別々でね付与されるっていう風になりますんで、この点はね注意していただきたいなっていう風に思っております。またですね、永久不滅ポイントから JAL マイルに交換するということで、こちらですねセゾンのネットアンサーもしくはアットユーネットにログインした後にですねキャンペーンエントリーねしていただくわけなんですけども、このキャンペーンエントリーとですねポイントの交換自体は同一のカードでね行う必要があるっていう風になりますんで、この点はですね注意していただきたいなっていう風に思います。ちょっとね言葉で言っててもねあんまりよくわかんないかなっていう風に思いますんで、この点はねちょっと後でね解説させていただきたいなっていう風に思います。またですね、複数の永久不滅ポイント対象カードから同一の JAL マイレージバンクにね交換する場合、こちらね期間をですね2週間以上空けてからね再度手続きしてくださいっていった感じで公式サイトにね記載がありますんで、こちらね利用する方に関してはですね注意していただきたいなっていうふうに思います。おそらくですねポイント交換自体がねできないリスクもあるかなというふうに思いますので、この点はね注意していただきたいなというふうに思います。でですね、今回のキャンペーンについては永久不滅ポイントということで、まあ、今回のカードはセゾンカードのねキャンペーンっていうふうになるわけなんですけども、対象外カードもですねあるっていった形になっておりまして、こちらね対象外のカードっていうふうになっているわけなんですけども、まあ、こちらね記載にあるクレジットカードに関しては今回のキャンペーンはね対象外っていった形になっております。それではですね、先ほどのキャンペーンエントリーとポイント交換をね同一のカードでっていうね話なんですけども、ここに関してはねちょっと分かりてないので実際にねやっていきたいなというふうに思っております。ですね、今ねスマートフォンサイトのセゾンポータルをね開いているわけなんですけども、カードがねセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードっていうふうになってると思うんですけども、まずここをですねポイント永久不滅ポイントね使うをクリックしていただきます。そうするとですねネットアンサー IU ネットにね行くと思いますので、こちらでねネットアンサーをクリックしていただきます。そうするとですねネットアンサーの方に飛ぶっていった形になりますので、こちらのねキャンペーンのところに下に行くとですね1ヶ月限定 JAL マイル交換レートアップキャンペーンっていうのがありますので、こちらねエントリーをクリックしていただきます。でですね、キャンペーンのお申し込みということで、こちらで JAL マイレージバンクの番号だったりお名前だったりですね記入していただいて次へね行っていただきたいなというふうに思っております。ちょっとね今ねちゃちゃっとね入れたいなというふうに思うわけなんですけども、そうするとですねキャンペーン申し込み完了っていった形になりますんで、こちらでねキャンペーンの申し込みはね済んだっていった形になります。でですね、エントリーが済みましたらですねトップページの方に戻っていただいて、
各種メニューね押していただいて、その次ですね永久不滅ポイントを使うっていうねところを押していただいて、アイテムを探すをねクリックしていただきます。そうするとですね下の方にずっと行っていただくとギフト券がね出てくるかなというふうに思いますんで、こちらねギフト一覧をクリックしていただきます。そうするとですねポイント交換アイテム一覧ということでざざっとね出てくるかなというふうに思いますので、こちらね下の方に行っていただくとやる前にね出てくるかなというふうに思いますので、こちらねクリックしていただきます。でですね次のページ行っていただいて JAL のねマイレージ番号とお名前とね生年月日入れていただいて交換していただくっていう形になっております。でですねカードとキャンペーンエントリーをね同一で行ってくださいっていうのはですね、このセゾンポータルのねトップ画面ありますよね。このトップ画面で先ほどエントリーしましたよね。この状態でエントリーしてこれで交換すれば OK なんですけども、最初にねセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードで私ね設定したわけなんですけども、次ログインした時にもしね他のクレジットカードね持っていた場合、まあ私ねセゾンパールアメリカンエクスプレスのデジタルカードね持ってるわけなんですけども、この画面でやってしまうとですね同一のねカードで交換されてないっていう形になりますんで、この点だけはですね注意していただきたいなというふうに思っております。それでは次にですねポンタポイントから JAL マイル交換で 20% 増量キャンペーンですね。最近ね au pay のキャンペーンもね多くてポンタポイントね持っている方結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、このタイミングでねキャンペーンですからねかなりありがたいですよね。こちらの期間はですね2021年の3月1日から3月の31日っていうふうになっておりまして、特典はですねポンタポイントを JAL マイルに交換すると 20% 増量っていった形になります。仮にね100ポンタポイントをJALマイルに交換すると通常ね50JALマイルなわけなんですけども、10マイルね増量されて60マイルね交換することができるっていった形になります。でですね対象者は JAL マイレージバンクポンタ会員っていう風になっておりますんで、もしね会員登録されてない方はですね公式サイト概要欄にね載せておきますので、そちらからね登録ねしていただければなという風に思います。でですねボーナスマイルの付与時期に関しては2021年の4月の末予定という風になっておりますんで、先ほどのね永久不滅ポイントのキャンペーンもそうだったんですけども、通常のねマイルとこのボーナス分のマイルの付与っていうのは別々でね付与されるっていった形になりますんで、こちらもね注意していただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね永久不滅ポイント、またねポンタポイントからチャルマイルに交換すると増量キャンペーンということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、3月に入りましたね。チャルマイルのキャンペーンねかなり続いておりますよね。しかもねポンタポイントに関してはですね今現在ね au pay のキャンペーンもですね開催されておりまして、先日のねローソン atm と au pay のキャンペーンでですね3000ポイントねゲットできたっていうのもねありましたので、ある程度ねポンタポイント保有されている方いらっしゃるかなというふうに思いますので、ぜひねこのタイミングで JAL マイル交換するのもねいいのではないのかなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボームホテル、ヒルトンホテルについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。